夢か。夢の中では希望と夢が命が溢れた世界。しかし、目を開ければ気持ちと絶望の世界。どうして夢と現実は高格差があるのだろうか。人間は理想を求めているのに、真実に気づかない。どうして果てしない未来を追って、そこから動き出すこともない過去を背負うのだろうか。どうして、僕はこんなに辛いんだろう。ヤンデレに襲われていたあの頃から、僕の感情というものは、素直になれないのかな。どうしてなんだろうか。ダメだ。こんな人間が社長をやっていても仕方がない。それより、このお屋敷からどうやって逃げよう。監視カメラがある以上、余計な行動はできない。困ったな。社長はどうにかしてこの屋敷から出れないか頭で考えます。そして頭で考えた末、叩き出した答えは。お客様、そろそろディナーの時間。あれ、お客様、水越し。とにかく逃げるんだ。あんな屋敷を雨宿りしたのがいけなかった。もっと遠くに逃げよう。そして彼女の元平行。そうすれば自由と希望が溢れる世界に一緒に行けるんだから。はぁ、あ、わぁ、息もできないし、辛い。こんなに辛いのに心も体も一向に休まらない。もはや僕の体も心も限界に来ているだろう。でもここから逃げなければ、あの屋敷のオーナーに捕まってしまう。森の屋敷からだいぶ距離を離したことでしょう。社長は随分と長い時間ひたすら走り続けました。そう、どこか遠くへ走って、安全な地へ。そうすれば彼女の居場所も分かってくるわずと信じて。もう足も痛い。もう動けもしない。こんなに走ったなんて想像もつかない。だが、彼女がよくわからない貴族の息子と結婚させられるのは許しがたいことだ。彼女は僕を信じている。なのによくわからない貴族の一味に何をされるかわかったもんじゃない。早く助け出さないと。ランデンフェルト事件、トリュフテフルス事件、ベアブルント事件。なんだ、各地に事件が起きているではないか。僕が逃走を図ったのと何か関係があるというのか。この先はフォーゲルヤーグ島王国か。ランデンフェルトから北から結構な距離を走ったんだ。フォーゲルヤーグ島王国。この先に彼女もいるかもしれない。でも情報なんて手元にないし、どうすることもできない。まずは聞き込みで情報を集めなきゃ。フォーゲルヤーグ島王国と呼ばれる砂丘で有名な国に訪れた社長は、彼女がこの近くにいるんではないかと感づき、そこに住まう住人に聞いて回りました。そこの住人は優しく、遠くからやってきた社長を見ても驚かず、丁寧に教えてくれました。ありがとうございます。なんだか各地で事件が起きているようですが、何か心当たりありませんか？なかったら別にいいのですが。そうですか。ありがとうございます。ふむ。随分と温かみのある小さな村だったな。こんなにまで遠出をするだなんていつぶりだろうか。人は冷たいとか思っていたけど、そんなことはないのかもしれない。ビルメンベルク地方事件について、ランデンフェルト事件の調査中に、別の調査班がビルメンベルク地方に存在する樹海を越えて、登山し、長距離を離れたところで超人並みの身体能力を持つ人物を確認。脱走者であることが示唆され、ビルメンベルク地方の樹海に存在するというお屋敷に住み込んでいたが、一夜にして脱走したということが判明した。嘘だろう。お屋敷。まさか。何かの勘違いだろうな。そんな、ここに来て、警察が。村のラジオから聞こえてきたのは紛れもなく自分に対する意味のある言葉だらけ。当然、逃げるべくに長距離を走ったのですが、まさか逃走中であることを誰かに目撃された。ここまで来たんだ。警察が何の御用だ。とにかく彼女を助けるんだ。よし。手前まで来たぞ。村の住人から聞いた話によると、フォーゲルヤーグ島王国には資産家が住んでいて、貴族となっていたと。砂丘も邸宅も彼らが所有権を握っていると。貴族？やはり間違いない。彼女と貴族の一味はこの国にいるんだ。今すぐに行くから、助けに行くんだから、大切な人が、ずっとそこに待っているんだから。だから行くんだ。勇気を振り絞って、彼は彼女が囚われているであろう邸宅に潜入することを試みたのです。もう怯える暇などないのです。ただまっすぐな道を進んでいくだけ。彼女が待っているのならすぐに手を差し伸ばしてあげないと。ここも随分と厳かでまさに豪邸とも言えるようなところだな。貴族って言うんだからすごいところなんだよな。ここのどこかに彼女が囚われている。早く見つけて助け出さないとな。よし、まずはどこから探索しようか。まずは一体、どこに彼女がいて、どこに貴族がいるか。もし見つかりでもしたら、面倒なことになってしまうかもな。ある程度準備をしておきたかったが、情報を頼りにしているうちに、中の警備が手強いなど考えもつかなかった。
しかし、いくらハイテクなセキュリティを駆使していても、突破できないわけもないだろう。いいだろう、突破してみせてやるよ。なんだか向こう側の部屋から、随分と賑やかな声が聞こえるな。何をしているんだ、お食事会でもしてんのか。は?あれは。なんと目の前には探し求めていた彼女が。デミリア、ブルー、どうして彼女がこんなところにいるのでしょうか。予想だにもしない展開に社長はフリーズ。そう、目の前に起きているのはやはり、結婚式のようなもの。それも今は進行しているのか、二次会の会場のようです。嘘だろ。やはり、結婚するということは本当だったんだな。そんなことは彼女だって望んでいなかった。彼女を助けたのはこの僕だ。なのになんでだ、何もしていない、何の関係もない奴が、彼女と結婚。これが世の情けか。彼女は笑っている。嫌がっていたのに。嘘つきだったのか。まさか彼女が嘘をついていたのでしょうか。帰り道の足取りは重く、タヌキに騙されたような感覚。今まで築き上げてきた信頼などは消え、騙されたこと、それが本当に嘘であったことが彼の体中を巡る。もう後もない。それが嘘でもない。どうしてこの世界は、厳しいんだろう。富裕層だとか貧困層だとか、みんながみんな同じ生き物。でも一人の人間には千差万別な個性もある。なのにくだらないことで笑ったり、楽しんだり。なのに、同じ空の下で生きているのに、その先に待っている答えなどは、それぞれ違うというのか。あの空の下にはたくさんの笑顔が待っているじゃないか。孤独に苛まれ、生きたいのに生きれない。いつの日か生まれて、やがて死んでいく。この世界が何度滅んでも、僕たちは消えることなんてないのにさ。もう、どうしたらいいかなんてわからないよ。もう、騙された?なんて、そんなのく、だらない嘘なんて聞かなくて。いいよ、みんな幸せだろ。なんで人は、くだらないのだろうか。もうやり場のない空気に嫌気をさし、彼女を助けるためにわざわざ遠くまで足を運んだ。しかし期待を裏切るようにまんまと騙された。僕は一体、何のために生きているんだ。先週のランゲンフェルト事件とドイツテフルフ事件に関しては女子高生を襲った大規模な事件であったが、ようやく収束したとのことだ。この国自体が荒れる中、世間は混沌としている。もうそろそろ我が国は終わりなのか。失礼。おらおら、内閣とは珍しいな。まあ、顔を上げろよ。運命社長。またのなら勇気深夜君よ。ローゼングルクにある本社は君が代々社長を務めてくれたではないか。噂は聞くぞ。深夜君。君は世の荒波にもまれ、この世知辛い世の中を強く渡り歩いてきたではないか。そんな君が私の目の前に足を運ぶということは、もしかしてだがな。はい、社長。私はもう社長として続けられません。社長という肩書きさえ、捨ててしまえば、もうただの平凡な人間です。もう私の役目など、ありません。お願いです。ふふ、そうか。しかし深夜君、折り入ってお願いしたいことがある。君の役目はまだまだ終わってなどないし、まだ予想に過ぎるのよ。それをいきなりやめるだーだこうだ言われても、君のためにもならないし、もし社長という座から降りるのであれば、君の今後の人生はどうなるかわからないぞ。私も今まではお人よしすぎたがな、やはり甘いことをすれば何かをしでかすんじゃないかと思って考え直したんだよ。そしたらやはり君がここに来て、社長を辞めるなど言ってくるだろうと、感づいたのだよ。まさに君の口から出てきたもんだ。だが、そんなんじゃ世の中を渡っていけないことはもう理解しているだろう。悪いことを言っていない。君にもチャンスなどはいくらでもあると考えればよろしい。どうかね。すいません、社長。お願いです。僕はもう疲れました。ヤンデレに狙われたり、なんだかよくわからないことに巻き込まれたり、挙句には騙されたり、もう残り半分の人生は有意義な時間に使っていこうと思います。何を言っておる。君は社長の座からそう簡単に降りるわけがないだろう。君の残りの人生も社長として誇らしく頑張っていくのだよ。もしかして逃げるのかな?全く汚い手を使うもんだ。それに君が今まで女の子に寄りつかれていたのは君の生まれつきの尊重なのではないか。平凡にすると君はモテる素質はないが、その尊重が出ているのならより女の子を引き寄せる。君はすごく危ない路線を踏み外そうとしていた。こんなことが許されるほど、この国は甘くなどない。国に大きな恥をかかせるというのならばこちらも黙って入られないからな。よって、深夜君。君はこちらで預かろう。
君に理由などいらないからな。人間ってほんとバカな生き物だよな。